イバラの鎧というエンチャントがあります。このエンチャントのレベルがめちゃ高い防具を着ると、歩いているだけでモブを粉砕することができます。触ると火傷するってよく言うやついるけどこういうことなんだな。あ、自分の体力には注意しましょう。このイバラの鎧ですが、どうやら防具盾につけても発動するようです。え、どういうことだ？イバラの鎧の防具をつけた防具盾を殴ると自分がダメージを食らうんです。え、というわけで早速この255レベのイバラの鎧防具を着せてみましょう。できました。早速殴ってみ。一撃じゃねえか。防具盾を傷つけようとして殺されたって、めったに見れないメッセージだな。実際ハート何個分ダメージ受けたんだろうな。そう言うと思って体力増強してきました。増強しすぎでは？画面が見えねえ。これで殴ってみましょう。何個分食らったんだ。ハート 122.5 個分食らってますね。こんだけ体力あっても5回殴れば死にますね。恐るべしイバラの鎧。